ちょっとじゃあ、うん、もうこっからちょっとギア上げてもいいですか、別に休業してねえやから、ええ、ちょっとそれで やらせてください。はい、でなんか声を荒げるのはちょっと少し後半に持っていきながら、なんかドスの効いた声というか、はい、そっちで威圧が見てみたいなと思って。で、一回また見てもいいですかね。はい、はい、僕は感知しなくていいですよね。で、本当は佐藤さんにもぶっ込めるところはぶっ込んでほしいんですけどいや、結構長回しだからそれ結構勇気いりますけど、いや、まあ、邪魔にならないというのに、あの芝居変わっちゃうの、結構もうここの壁を作りたくて、もうこっちが威圧してる、うん、で威圧されてる、うん、でもマスターは、うん、まあ、接客してるから、うん、まあ、ちょっと緩和してあげたいなみたいな、うん、だからリオにもさっき、うん、なんかモデルやってんだとか話しかけてくれてると思うんですけど、うん、まあちょっとかぶらない程度に、はい、ここではちょっといけると思うんです、はい、まあ、ここももちろんあの知り合いなんで、まあ、あのちょっと間があった時に、ああなんか最近調子いいじゃないのって言って、まあ、そこで膨らみすぎずっていう感じが難しいですけどね、でも前半とかの1万くれたんだとかなんかそういうの全然いいと思うんで、はい、まあ入りづらいっちゃ入りづらいですけどね、はい、まあ、ちょっと一つ見てやります、はいはい、こっちはすいません、野良猫にもっと向かってっていいってことですか。向かってっていうか、なんかその、そう、あの噂ってマジなんですかとかも、なんかもうちょっと偉そうっていいんですか。あ、偉そうでいいですね。わかりました。はい。はい、偉そうだけです。偉そうでいけつかないけれども、その話にもあまり興味はないんで、はい。盛り上がり、まあマスターとも盛り上がれるとか、ちょっと盛り上がって。はい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 、私、一回、タバコがどれぐらい持つかわかんないんで、一回、次の段取りで、あ、いいですよ、全然いいですよ。最後バンっていったっていう、今なんかそんな感じがどうしてもあるから、前半からちょっとああいう感じになるのがスイッチの入りどころがちょっと、さっきから今声を荒げるのはちょっと最後だけにしたんですけど、そのなんだっけ、休業してねえよのところでスイッチ入ればそのまま多分ちょっといけるかな、どうかなっていう感じ、はい、もう1年もでも実際撮れない撮ってないじゃないですか、商業写真のっていう、やっぱり苛立ちはあって、でその商業写真で成功してるやつがやっぱり隣に来て、で野良猫的にはそういうのを出したくないんですけれども、出しちゃうっていうところにも野良猫の弱さというか、あ、もう そこまで、あ、もう後輩にも出しちゃうんだみたいな弱いところというか。休業してねえよから出していいですか。休業してねえよから出しても、まあポイントは3つあって、休業してねえよ、死ぬと思ってんのか、お前俺よりいい写真撮れると思ってんのか、偉くなったな、段階は踏みますけど、まあ、でも休業してねえよから言っても全然いけ、アイドリング的にはいいと思いますけどね。もう今ドス効かす感じが、ドス効いてんのかな、もうちょっとこなんかイラッとしたところもうちょっと出した方がやりやすいっちゃやりやすいんですけど、僕があるやつもっと闇っぽくいけばいいって感じです、ね、まあそれもありますね、はい、今のだとやっぱりまだ優しい野良猫ですね。優しく見える。あの多分話、あの
言葉遣いというか言葉のテンションというか、あの優しなんて言うんでしょうね、嫌な野良猫じゃない、ね、ちょっと違うパターンで一回やっていいですか。ええ、全然いいですね。で、ユーマをもっと上の空な感じにしたいなと思ってて、はい、はい、してるのって、なんかことの会話にももっとまたそっちに行ってほしいなと思ってて、はい、例えばですけど、リオがなんか、まあ、自分のインスタ見てて、うん、これ撮ってもらったんですよみたいな、なって撮ったんだみたいなので、まあ、そっち脱線するとか、すごいこう話しかけてんのに全然脱線すると、多分こいつ上辺だけで言ってんだなってのはもっと出てくると思うんですよ。なので。もしユーマさんが脱線しづらいんだったら、まあ、リオさんと佐藤さんで、はい、ちょっと脱線のところを作ってあげてください。ちょっともう一回ちょっとあのそこの脱線するところをちょっと決めたいなと思って、まあ入ってきて、はい、まあ、あで、あで今撮影終わったとこでいうのも、あの、まあ、報告ではなくて、今俺撮ってきたんだよみたいな、嫌味ってことですか。そうですね、うん、はい、まあ、嫌味ではないんですけど、いやもう忙しくて大変ですよみたいなニュアンスの、うん、もうさっきまでも撮影もやってたんですよね、うん、はい、じゃあそこの野良子さんご沙汰す王のところで一発お二人知り合いってさっきのやつ入れましょうか。はい、お二人知り合い、あ、だったっけ、はい、あ、その後の方が言いやすいですか。あ、じゃあ大丈夫です。どっちがいいかな。今撮影終わったところで、今撮影終わったところで、あ、のとこの方がいいのか、まあ開けるだから、じゃあ今撮影終わったところでって、うん、あ、二人、あ、そうか、知り合いかって言って、じゃあ回してください。はい、キャメラ回った、キャメラ回った。じゃあ本番いきまーす。よーい、はい、ウエス、おお、お久しぶり、久しぶりっす。ああ、適当に座って。ありがとうございます。あれ、僕まだボトルって置いてましたっけ。ああ、なんだっけ。いや、サントリーじゃなかったかな。サントリーあるんだよな。あれ、ウイスキーのロック大丈夫。大丈夫です。あ、じゃあロック2つとあった、あとマスターなんか好きなの飲んでください。言うのもちろんっすよ。さすが、売れっ子ケーキいいねー。いやいや、そんなことないです。全然好きなんでください。じゃあいただきます。あれ、野良猫さん